こんにちは、クイズキュンです。今回は脳トレひらめきクイズを出題します。回答時間は30秒ですよ。それではどうぞ。問題です。次の文字に共通しているのは何でしょうか。考えてみてください。ヒントです。最初の2文字をよーく見てみてください。終了です。いかがでしたか。正解は最初の2文字を合わせると漢字になるでした。これは少し難しかったでしょうか。実際に最初の2文字を漢字で表すとこのようになります。今回は柔軟な思考力や鋭い観察力が鍛えられる問題でした。ひらめくことができましたか。それではおまけの問題を出します。トートバッグの写真です。3箇所の間違いを60秒で探してください。タイムアップです。この問題の答えはクイズキュンの過去の動画で見ることができます。概要欄に動画の URL を記載していますので答えをチェックしてみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。ズッキュンできましたか。コメントや高評価、チャンネル登録で応援もよろしくお願いします。それでは次回の挑戦もお待ちしていますね。